フザービーターは、井上武彦の漫画作品。スラムドンクに続きバスケットボールを題材とし、1996年5月より、スポーツ専門 CS 放送局、スポーツ ISPN のホームページ上において、フルカラーで公開された、当時では、珍しいウェブコミック。月刊少年ジャンプに、再録掲載された後単行本化され、2005年2月には、ワウワウで、 2007年7月には日本テレビ系列でアニメ化もされた。タイトルになっているブザービーターとは試合終了のブザーが鳴る直前や鳴ったと同時に放ったシュートのことである。西暦に XXX 年地球で生まれたバスケットボールは全宇宙に広まったが最高峰の宇宙リーグは異星人に接見され地球人選手は一人もいなかった。 そんな状況を打破するため大富豪の老人、吉宗が取材を投じて地球人だけの最強チーム設立を計画。集まる地球人選手の中にストリートチルドレンの秀吉がいた。2005年にワウワウで放送され、2007年に日本テレビ他でその続編が放送された。原作とは設定や話の流れが大きく異なっており、吉宗が 地球チームを自らスカウトして回る DT とラズーリーの地球チームへの合流が他のメンバーよりも遅い小宇宙リーグへの参入など多くの相違点がある2005年2月5日よりワウワウで放送された後に DVD ボックスと単巻 DVD 全4巻が発売されたスタッフキャスト主題歌格アリスト放送局2007年7月3日から同年9月25日まで 日本テレビ他で続編が放送された。キャストに変更はないが、スタッフに若干の変更がある。太字はワウワウ版と日本テレビ版の変更点。スタッフキャスト主題価格割リスト放送局。ありがとうございます。